台湾のある病院は6月10日、二人の医師との雇用契約を更新しないことを発表しました。二人は病院に報告せずに、中国本土で臓器移植手術を繰り返し行いました。台湾の消化キリスト教病院は声明を発表し、中国共産党は生きている人間からの強制臓器的出を続けている。その対象はチベット人、ウイグル人、キリスト教徒、そして最も多いのが、 ファールンゴン学習者であると述べています。声明では、二人の医師が中国で臓器移植手術を複数回行っており、透明性のある追跡可能な臓器提供元に関する規定に反していると指摘しています。病院側は二人が医療倫理に違反したことを懸念しています。中国で行われている強制臓器摘出は近年ますます批判を浴びています。 アメリカ国務省が発表した2021年版信仰の自由に関する国際報告書は、国連関係者の言葉を引用し、中国の強制臓器的質を強調しました。さらに、ファールンゴン学習者、ウイグル人、チベット人、イスラム教徒、キリスト教徒など中国で拘束されている臓器集奪対象グループを列挙しています。先月、 ヨーロッパ議会は中国の臓器狩りを非難する決議を可決しました。これはヨーロッパ議会が過去10年間に可決した3度目の同様の決議になります。NTD ジャパンがお伝えしました。